皆さんこんにちは。福井県のセレクショップディスカバリーです。今回の動画では今下に履いているサンギニスタのストレートストレッチチノを紹介しようと思います。こちらのチノパン、まず色の方を先に紹介します。今私が履いているのがこのカーキベージュですね。そしてもう一色がこちらのブラックになります。当店はこの2色の取り扱いになりますね。まあ、このものでちょっとディテールを紹介しようかなと思います。まあ、ポケットはいわゆる横入れのこういうスラッシュポケットですね。前ボタンはこうジッパーフライ、ここがスナップボタンになってます。はい、で後ろですね。はい、まあ、チノパンの王道的な感じ作りになってます。これね、全部ね、あのデニムの聖地岡山県で作られてるので、すごくね、しっかりした作りです。タフです。で、加えてタフなんですけど、これストレッチなんですね。生地がこのサンディスタはね、オリジナルで作り上げたこのうちの生地ですね。これストレッチなんで、だから動きやすいです。めちゃめちゃ。加えてフェアセーム加工っていうね、まあ、簡単に言うとこう肌触りが良くなる加工をかけてあるので、すごくね、あの全然ゴワつきません。チノパンでゴワゴワってするのは苦手な方でも全然履ける作りになってます。はい、で加えてこれもう乾燥機もかけてあるので生地の縮みもないですし、もう最初から、ね、少し、ね、履き込んだような風合いで履くことができます。はい、で形なんですけども、ですね、中太、太すぎず細すぎず中ぐらいの太さです。ちょっと今裾折ってるんで一回裾を伸ばしてますね。ちょっと長いんでね、ちょっと内側にちょっと折りますね。はい、こんな形ですね。結構ね、スキニーとかね、裾細りのパンツ多かったと思うんですけど、最近ちょっとね、ストレートとかワイドとかが多く見るようになってると思うんですけど、そこまで太く履きたくないけど、ちょっとストンとした形のパンツが欲しいっていう方にはすごくいいと思います。ここから見てもらうと分かるんですけど、まあ、ストにかけてちょっとだけ細くなってるんですけど、そんなにダボっとした感じじゃなくて、かつピタでもないみたいな感じです。まあ、ポイントはこの膝下があんまり絞ってないパンツが欲しいって方に多分おすすめしたいですね。ここがキュッとなってると今までのテーパードになってしまうんで、ストンとしてるんですけど、太ももとかそんなダボっとしたのが欲しくないっていう方にはちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、でこれサイズがですね、28、30、32、34の4サイズ展開。今私が履いてるのが32です。まあ、S、M、L、XL と L なんですけど、まあ、ちょっと大きめでこうやってね入ってベルト縛っても全然大丈夫ですし、股上やや深めなので表示よりはねちょっとちっちゃく感じると思います。まあ、私だったら30ぐらいですかね。28はね結構小さいんで、女性の方でもいけるぐらいのサイズなんじゃないかなと思います。まあ、すごくねシンプルで使いやすいパンツで、まあサンディニスタらしいですね。こういうこう使い勝手が良くて、シルエット結構綺麗でかっこいいっていうね、まあ、パッと見るとね普通のチノパンっぽいんですけどね、履いてみると良さがすごくわかるパンツじゃないかなと思います。はい、こちらのチノパンですね。はい、お値段の方税込みで18,700円、税抜き17,000円です。まあ、オンラインショップの方から注文可能となってますので、ぜひそちらの方からご注文ください。質問とありましたらメール、DM、コメント欄からお気軽にお問い合わせください。はい、ではこの動画ではサンディニスタのこのストレートストレッチチノを紹介しました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。